にちは、角助です。やっていきます、ホリーポテトズビハインスペース。今回はソル消費からなんですけども、なんかね、探索されてない探索されてないステージを見つけたので、そこにちょっと入ってみようかなというところです。マグマブルーム、アポロでも作ろうかな。よし、じゃあ探索していきましょう。開始。そうです、今回からはね、アムロ君を連れてきております。ん、財布、あ、財布ね、警察ね。オッケー、何があるんだろう、楽しみだね。あ、怒ってるぞ、キャシー起きて。何よ、エンジンの一つがオーバーヒートしちゃったわ、直して。ハブに戻ったら直そう。船を止めてエンジニアたちに直させよう。不可思議も急ブレーキをかけて停止した。クルーたちは急いでオーバーヒートしたエンジンを直しにかかる。早めに対処しといてよかったわ。他のエンジンもかなり熱くなってきてたから。先延ばししない方がいい時もあるんだね。その通りよキャシー、いつでもそうよ。そうだね、先延ばしをしない時の方が多いよね。しない方がいい時の方が多いよね。これ何、これ、すっごい気になる。リーチバイン、船体を攻撃した時に敵から電力を3ポイント吸収する。ただしシールドでブロックされてしまう。これは困る、これ勝手に壊れるやつでしょ。豆シューターも結構強いんだけど、これちょっとね、吸収されるのは嫌っていうか、全体的に攻撃力強くないかい。兵器が最大 HP の 10% のダメージを受けるっていうのは結構辛いんだよな。するんですけどね、結構ね食らうんだよな。お、外した。いやー強い。回復しよう。でこれ攻撃、ミスるなさっきから。やめて、強い強い。あー、どれを守るか、これを守るか、違う、これを守って回復して、まあ、回復しかできない。これ回復、全体回復だよね。 OK。 うわー強いよー。ちょっとゲートクラッシャーを守って、はい、そうか、吸い取られてるのか。なんかやたらと増えないなって思ったら、あ、相手のあれがいつの間にか1個壊れてる。いいぞー、よし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 、強い。全体攻撃されたな。お、これは全体攻撃でいけるでしょう。で、豆シューターからやろう。おし、2つ壊した。これで安心だね。壊れてくれないかな、勝手に。あ、壊れなかったか。チェ、回復しつつ攻撃しましょう。はい、いや吸収はいいな。チャージいっぱいいっぱいあってもね、全員で攻撃できないからな今。あ、壊れた、いいぞ。リーチバイン来たぞ。ちょっと欲しいけど、どうしようかな。チャージ足りない。放棄された貨物、貨物船は気にしない方が良かったような気がする。そうするわからの、あ、そうするわで良かったっけ。よかったよかった。武者震い、防御を下げ、この兵器、あー、これね。うわー、アポロがいっぱいあるよ。ちょっとじゃあこれをやろうかな。ちょっと外したね、1個。パンディの箱を攻撃される。ちょっと守っておこうか、パンディの箱。全体やけどとか負ってないね、相手。外すね、さっきから。痛い。いや、ゲートクラッシャーが結構厳しくなってきたな。シールドこっちだな。静電気の嵐がつらい。よし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 、当てた。うわ、やばい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 。大丈夫、やばいやばいやばい。これはいかん。
と守ってこの子に攻撃させたらやられるから、回復はこのアポロが一番削れてるね。でこの子に攻撃したらさせたらやられるからしないでしょ。うん、超チャージ4か、やめておこう。回復2個よし、回復こっちで攻撃しよう。うん、これで壊せるんじゃないかな、1個。よし、いいよ。あー結構なあ、大丈夫かな。回復のおかげでなんとか持ってる。うん、あーミスしてるし、はあ結構食らうよ。あ、ちょっとこっちを守ろうか。でこの子に攻撃させて倒せるかな。よしよしよし。いやー300回復できるのはね、全体回復できるのはね、やっぱ強いね。うん、いいよ。外した。うん、まあ大丈夫かな。よしよしよし。あ、攻撃しない方が良かったな、片方。ちょっと静電気の嵐でね食らうから。オッケー、チュン。アポロを手に入れたか。まあ3つあったからね。ガソリンスタンドね、いいや。はい、行きましょう。あ、探索終了。うん、特に面白いことはなかったな。そっか、リーチバインを手に入れたんだ。作ってみよう。残り5ソルか、早いね。で、アスカはもう全部習得したよね。オッケー、じゃあ配置しよう。うん、マッキントシュリーはねマックか今さらマッキントシュか。とリーチバインはね、陶式に作ってもらって、こっちはフォルヘに作ってもらう。よし、アスカちゃん、アスカちゃんはね、ステディーハンド、高回転、ダメージコントロールでしょ。高回転、ステディーハンド、あー腹痛はね回復にすごくいいと思うな。うん、だからここに入れようかな。うん、で、ゲートクラッシャーを変えたいな、そろそろ。うん、レベルが高い。そうだな。チャージが3っていうのが結構ありがたいんだけど、なかなかないよね、3って。サッカーパンチが3か。回避率を、減少させる。攻撃力が500もないけど、マーキング、アタック、ちょっと一応こっちに変えてみようかな。クリティカル率が随分下がっちゃうけど、回避率、ちょっと変えてみよう。よし、研究は何かあるかな。破壊計画ね、プレート強化。マイナス作用。ちょっと天気にね、左右されるの嫌だから、これをつけておこう。で、ここ面白そうだったんだけどな、特に何もなかったな。あ、探検されたって、あ、なんだ、探検、自分が探検したことあるかっていう話か。何あれ。なんか変なのが飛んでってるけど、何あれ。気になる。今はね、このプラズマが欲しいんだよね。探検したことあるかっていうのはここで見れるんだったんだね。あんまり気にしてなかったけど、記憶を頼りにしてたけど、これから活用。え、張り切っていくよ。ゾンビ、エイリアン、怪獣、問題なし。あ、研究いろいろやったから実績を解除したんですね。お、 SS 来た。アポロに変えようか。これちょっとアポロに変えてみようか。これ相当強いと思うよ。587か。そうでもなかった。
587か。うん、リーチバインもね、リーチバイン強っ。え、こっちにしよう。サッカーパンチか。アポロどうしよっか。完璧なアポロだからね、ちょっと欲しいんだけど、悩むところだね。サッカーパンチ、サッカーパンチ、チャージ3はありがたいんだよな。だけどこれで吸収するのか、悩むな。アイナミレイは、あ、オッケー。じゃあアイナミちゃんはね、視界確保、起死回生、システム回復、どっちにしようかな。エクアード、エクアード、起死回生、ステディハンドとかこの子あんま上げてないじゃないか。こっちにして、スプフィアずっと連れてってたからあんまりやってなかったんだな。よし、上げてあげよう。じゃあで、研究はどうしよっかな。プレート強化継ぎしたいな。回復する、燃料を減らす、今はつけておこうかな、安いし。これで、探索、どうしたんだっけ、移動、移動、戻ってる途中、探索してないところに行きたい。されてない。よし、ここにしよう。マジッククルーザー、怪しい人がいるんだよな。私の心が濁ってるだけかもしれないけど。よし。はい、あと3ソルね。大丈夫だよ。探索していきましょう。お、結構変わりましたね。サッカーパンチ。リーチバイン。苦しみはお前らを待っている。特別な武器を持っている。あ、またこれか。スタン状態困るね。スタン状態をやろうかな。はい、サッカーパンチ。やたら弱くなかった？神聖？やたら弱かったよ、攻撃力。回避率減少。お、それはいいとして。あれ？やたら弱くなかった今。これちょっとね、やってみよう。あー、シールドにブロックされるのか。シールド壊れるまではとりあえずいいかな。よし、壊れた。じゃあ次、リーチバインやってみよう。痛い。よし、リーチバインやってみよう。ほい。で、全体攻撃。で、攻撃と。あんな攻撃の仕方するんだ。イエス！いいぞ！強いぞ。回復するよ。ほい。オッケー。あー、電力得たけど、その分また、吸い取られたかもしれないね、さっきは。回復かな。で、サッカーパンチと。サッカーパンチはこのチャージ量で一応回避率下げるとかもあるし、まあいいんじゃないかな。とりあえずこれでいこう。もっといいのが出たらね、変えようかな。巡り合わせ、バイオ廃棄物を送りましょう。バイオ廃棄物ってこれだよね。はい、バイオ廃棄物を送りましょう。よし、ターチをもらった。いいよ。またイベントだね。あ、またこの人か。リフトはダメ。タクシーを貸す。鉱石、まあいいよ、鉱石。どうぞ。お、本当にありがとう。今修理をして家に帰ったらスターチを送ります。はーい、ありがとう。スターチが溜まってきたぞ。謎の食事、船を止めて。キャシはブレーキを踏み、フカシーモはギリギリのところでテーブルとの衝突を免れた。あ、これね。パイを食べましょう。飲み物を飲みましょう。箱を開けましょう。この前箱を開けましたのでパイを食べましょう。キャシーはさも美味しそうにパイにむしゃぶりつき、一
口ずつ味わいながら食べた。パイを半分ほど食べたところで、キャシーは歯の、キャシーの歯は謎の硬い物質に当たった。ガリッと音が響いた。一体誰がこんなことを。キャシーはほっぺたをさすりながら叫んだ。バイオ廃棄物、よー、さっき開けた分が返ってきたね。はい、おー、財布だね。はい、警察に持ってって、どんどんスターチが増えてくるぞ。お、イベントだな。お、欲張りのミラ。ミラは乾いた咳をしながらヨロヨロとブリッジに入ってきた。あ、これね、優しく背中を叩く。うん、何か、あ、吐かせた方が良かったか。そっか、そうかそうか、やったことなかったけど。何もないか。でもミラちゃんがもっと苦しむのは嫌だもんな。はい、ソルがないので帰りましょう。ほい、帰りますと。あ、ちょっと待ってよ。何かさせた状態で帰りましょう。せっかくならね。この二人にはリーチバインをもう一個作ってもらって、これちょっと好きだから、でもレベル8か、適当でいっか。んーで、どうしよっかな。マッキントッシュにプレート強化をさせようか。うん、大丈夫だ。オッケー、じゃあ移動しましょう。はい、よし、残り1ソルということで、オッケー。お、 S ができたじゃないか。それぞれの兵器を強化する。これいいよな、チャージ3だしさ。これにしようか。うん、そんなに強くはないけど強化できるっていうのはありがたいからね。サッカーパンチは短い寿命でしたね。うん、さよならで。 OK、 リーチバインはこっちの方が、あ、レベル9で、700、うん、こっちの方がいいね。 OK、 ハブの方に行って、はい、先に進んでしまいます。次はどんなところかな。もうつるっとした見た目のところに来たね。え、クリプスなし、大丈夫よフェイ。よし、じゃあ早く買い物を済ませよう。ねえ、こんなコソコソしないとダメなの。ここはエクリプスに支配されてる銀河なのよ。用心しないと。あ、そうなんだね。私たちがエクリプスを追うべきよ。あのサンバカ大将を大事に探しに行かないと。あいつらに一時の居場所を明かせるのよ。ダメよ、そんなの絶対うまくいくはずないわ。もし刑務所の冷たい床で寝たいならやっていいわよ。でもいつになったらジジを見つけられるのよ。必ずジジを探し出すわ、キャシー。ジジの居場所の情報を手に入れる。それか、あいつらから直接聞き出すのも手よ。あれ、待って、あれって、お、ベガカニス将軍じゃないか。玉ねぎ将軍、すっごい偶然ね。ここで何してるんだろう。早く逃げないと。ダメよ、近づかないと。え、何考えてるの、捕まっちゃうわ。そんなことないって、まだ気づかれてないわ。隠れとけばもっと近づいて、あいつが何話してるのか聞けるのかもしれないわ。あいつの話を盗み聞きなんかしないわよ。キャシー、キャシー、ああ、もう絶対捕まるわ。これ絶対やばいって。あれ、なんか、え、これ敵の船とかじゃないよね。し、あいつがホロホーに喋ってるわ。あと10ソルで補給品が到着します。うむ、ルパは？まだメンテナンス中です。最後の戦闘で船体がひどく損傷しました。機関砲2門交換が必要です。どれくらいかかる？20ソルもかかりません。それまでに完全に使用できる状態にしておきます。これ早く攻撃した方がいいんじゃない？よろしい。私がルパで奇襲作戦を指揮すると将校たちに伝えておけ。ルパで？承知いたしました。レジスタンスとルートは反撃もできずに滅ぼされるでしょう。早く倒さないと。これは。ふむ、あいつらがいなくなればこれ以上妨害されずにここの採掘作業を続けられる。捕虜に関しての指示は？
捕虜。捕虜は取るな、全員殺せ、何も残すな、うわー、悩みの種をすべて片付けろ、あいつらをひざまずかせるんだ。嫌なの聞いたね。皆殺しにするつもりよ、助けないと。どうやって？私たちは宇宙船一機、あいつらは艦隊よ。しかもレジスタンスがどこにいるのかわからないじゃない。それに私たちはジジを探さないと、知らない人を助けてる時間はないわ。このままだと彼らは殺されてしまう。このことを知ってるのは私たちだけなのよ。彼らを助けないと、ジジもそれを望んでいたはずよ。その切り札を使うのやめてくれない？わかったわよ。まあ、そう言われたらね。戦う準備をしないと。でもあまり時間をかけられないわ。準備ができ次第、あいつらの奇襲作戦を奇襲して将校を倒す。オッケー。忠実な玉ねぎ。とりあえずこの将校を倒すっていうことだね。イエタンを調べ上げるんだ。ベガ将軍の後についていけ。彼を倒すこれ、倒すこれほど良い機会を望むことはできませんでした。そうだね、一人だけだったしな。ブラーン。なんか新しいところに来たってことは、ラボでできることが増えてないね。うん、残念。うん。そんなにもうね、強化する人もいないんだよな。一応スプーフィーをやっぱ強化するってくらいで、起死回生ね。あとは、トシキとホルヘにとりあえず作ってもらって、うん、オッケー。で、移動ね。イエタンね。イエタン。あ、そっちの方ね。範囲外なので、一旦こっちに行きます。はい、移動。あ、ちょっと待てよ。ハブ行きたかったな。確認したかったな。熟練の名工。実績のロックを解除しました。ほうほう、S ランクが何回も出たとか、そういうやつかな。ホルヘさんすごいよな。あ、ランダムデバフ。ランダムデバフね。攻撃は普通か。うん。これがね、全体攻撃とかだったら、ぜひとも、パンディの箱から変えたかったんだけどね。どうしよっかな。どうしよっかな。そうだな、ハブを確認したかったけど、とりあえず目的地に行って、今回はね、長くなりそうだから、一旦切ろうかな。うん、目的を完了する前に、一旦切ります。それではご視聴ありがとうございました。